ヨハネス22世、ヨハネス22世、ヨニストエン2二1244年、から1334年12月4日は、アビニョン保守の時期のローマ教皇、在位1316年から1334年、教会館用名はヨハネ。フランス南西部、現在のミディコー,ール、ピレネージ危県の商業都市カオールの裕福な、中山階級の出身であり、 本名は、ジャック・デューズ、ジョック・デュースであった。クエルフィ、ゲルフ、強硬派のリーダーとみなされていたナポリオーのロベルト一世、ロベールの秘書を務めた後、南仏プロバンスのフレジュスの司教、1310年からは、アビニョンの司教を経て1312年に、数奇教に任命された。これに先立つ1303年、アナーニ事件の直後に、強硬ボニファデュース八世が、 ローマにて死去し、数期教団が分裂して、教皇選挙、コンクラーベの実施に困難が生じ、また、アナーニ事件の事後処理に絡んで、フランス王フィリップ4世、タンレ霊王の干渉により、1309年に教皇庁が南仏アビニョンに移るという事態が生じた、アビニョン補修。アビニョン教皇庁での初めての教皇となったクレメンス5世は、 中道会の快則を厳格に遵守するかどうか、製品論争をめぐって分裂傾向にあったフランシスコ会、フランシスコ会の代を調査する委員会を教皇庁内に設けた。クレメンス・ゴセイが1314年に死去してからは約2年間にわたって教皇位は空位であったが、1316年、コンクラーベは新しい教皇として当時72歳頃であった。 ドゥーズ・スーキ教を選出した。ドゥーズ・スーキ教が新教皇ヨハネス二十二世として、遠くらいしたのは1316年8月7日のことであった。ヨハネス二十二世は、教皇庁をアビニョンからローマに戻す気は全くなく、また、遠い時すでに高齢であったにもかかわらず、周囲から優れた教皇として期待された。ヨハネス十二世は、 その在任中、驚異的な根気強さで、教皇庁の財政再建に努めたため、彼が死去した時、教皇庁の金庫には大量の金貨が収められていたと言われている。また、財政管理のため行政改革を行い、三位一体の祝日を制定し、さらに、クレメンス・ゴセイト自身が発した、協領、教皇本人の決定が記された、教皇の発した書簡の中で、 教義や教会法に関するものについて編纂し、教皇教領集として発刊した。これは、後世の教皇や教会法学者のよりどころとなる、定義や先例となって、教会法の発展に寄与した。ヨハネス22世はまた、アジアへの伝道を奨励し、アビニョンに図書館を設置する事業に着手したほか、1331年には、故郷のカオールに、大学、 カオール大学を創設した。なお、1318年、彼はイングランドに所在するケンブリッジ大学に対し、全キリスト教国に通用する学位の認定を承認し、これにより、同大学の発展の基礎が築かれた。宗教政策の面では、ヨハネス22世は魔女を異端として扱うことを決めている。また、新学者として知られた、オッカムのウィリアムや、 マイスター・エックハルトに対し、異端審問を行った、オッカムは逃亡し、エックハルトは東国中に死去している。神聖ローマ帝国皇帝ルートビヒ四世とは、対立し、ルートビヒの側について、彼を擁護したパドバのマルシウスを波紋に処した。ヨハネス在位中の1328年、ローマでフランシスコ海修道士のピエトロ・ライナルドッキが、教皇ニコラウス五世を名乗って、 対立教皇となったが1330年に退位した。1316年9月15日、ヨハネス22世によって教皇教領、エクスデビト、エクスデビトが発せられた。これは聖職者に授与されるクに関するものであり、教皇がその思向性のもとに授与権を立法化しようとするものであったが、当位よりわずか1ヶ月後の発布であることを考えると、彼が この件を教皇職にとって最優先課題と考えていたことが伺われる。この協力は教皇権による全般的留保の対象となる六を制裁に定義していることを一大特徴としており、ヨハネス22世以降のアビニョン教皇による生殖六政策の根幹をなすものとなった。また、アビニョン時代の生殖六政策はフランスを中心に広範な地域に及び、教会政治の上でも、 財政的な面からも教皇庁行政の根幹をなしており、ヨハネス22世自身、協領を実際の政策に大いに適用していたことが確認されている。全民のクレメンス・五世は1309年、教皇庁内にフランシスコ会の改則問題について調査委員会を設け、改則の厳格な遵守を主張するスピリトゥアル派。 精霊派と緩和を主張する恩恵な主流派の方の代表を招き、製品について論じさせた。このように、歴代の教皇は、フランシスコ会の内部対立の仲裁を求められ、それに対し、応じてきたのであった。ヨハネス22世は、1317年、ナルボンヌ、南仏、オード県と、ベジエ、ドエロー県の精霊派修道士に対し、短い総意を捨て、 主流派のフランシスコ会総長に服従すべしと命じ、修道会対立の解消を図った。短い総意とは、精霊派の貧しき使用実践の象徴となっていたもので、これを捨てることは彼らに自身のアイデンティティを放棄するよう命じたものに、ほからなかった。そして、ルボンロ・トベジエの精霊派修道士61名を名指しで召喚し、10日以内にアビニョンに出頭して、教皇の前で、 先の命令に対して返答すること、左門を拒否する者は、破門に処することを申し伝えた。領地の修道士たちは5月22日深夜アビニョンの教皇宮殿の門前にたどり着き、翌日より左門が始まった。左門の後継は、精霊派の指導者の一人の筆を通じて知ることができる。教皇は多数の古門団に囲まれ立派な椅子に腰掛けており、 一方の側には豪華な清掃の主流派が、一方の側には杉萩だらけの短い創意の精霊派が控えた。クラレーノによれば、サモンとは名ばかりで、実際には逮捕のための口実に過ぎなかった。強行制した正義をという叫びの中、精霊派の会士は一人一人連れ去られ、アビニョン強行庁内の牢獄に収監された。1317年10月。 ヨハネス二十二世は、強行直書、クオルムダムエクスイギとクオーレムダムエキシジェットを発し、フランシスコ会の修道士は、修道会総長が粗末な総意をやめさせ、穀物層、ワイン層の設置を認可する権限を持つことを認めようと、命じた。強行は、強直を、製品は、偉大なり。しかれども、構成は、さらに偉大であり、もし完全に保たれるならば、 すべての中で服従こそが最も前期ことであるの、言葉で結んだ。結局、ヨハネス二十二世が求めたことは、全会員に対して、修道会総長の権威に、そして最終的には、教皇の権威に服従させることあった。この教直を受けて、フランシスコ会十六代総長のは、十四名の週刊中の精霊派修道士に、教皇への服従を求めた。 多数の修道士はこれに従ったが、なおも二十名は抵抗した。そこで、教皇ヨハネスは、抵抗する、聖霊派についての判断を十三人の神学者から、なる、委員会に諮問した。神学者たちの答えは、あくまでも復従を拒み続けるのであれば、異端として断罪されるべきであるという見解で、一致していた。ヨハネスはなおも、強直を受け入れない、修道士を、 フランシスコ会の異端審問官、ミシェルルモワーヌに委ねた。最終的には5名を除いて、異端的立場を捨て、教皇と総長に教授も誓った。最後まで、不服従を貫いた5人は、異端とされ、直前に改審した1名の未終身刑に処せられ、他の4名は世俗の手に渡され、1318年5月7日、マルセイユにおいて家計に処せられた。 ローマ教会が公認した快則にあくまでも忠実で、あろうとした人々が生きながら、日ぶりに処せられた光景には、多くの人々が衝撃を受けた。この後、1328年までの10年間、異端審問による異端狩りが行われた。マルセイユやモンペリエ、トゥルーズなどから、多くの男女が、地方の私牧権力や世俗権力からの協力を得て、逮捕され、 異端尋問官たちによって尋問された。異端狩りの対象となったのは、精霊派の信念を曲げなかった人々と、ペガンと呼ばれた多くの在族信徒、第三回の支持者たちであった。1322年、フランシスコ改装会は、キリストと十二使徒が、私有財産を保有しなかったのは、正当な神学的見解であることを公式に表明したが、この見解は、 精霊派に近い考えであったため、ヨハネス二十二世はこれを異端と非難、フランシスコ会は教皇に従う者と従わない者と、で再び分裂した。一方、こうした厳しい弾圧に対し、精霊派は、フランシスコ会主流派のみならず、ヨハネス二十二世を主張とするカトリック教会に対しても公然と反抗、修道士たちは教皇制度の批判を展開した。教会は、 イエス・キリスト自身も富を尊重していたと主張し、精霊派に対する異端審問を強化して、監禁や家計に処し、さらに彼らの修道院を破壊するなど弾圧を加えた。ヨハネス22世はさらに、次々と協直を発布して、今までフランシスコ界に与えていた特権を撤回し、キリストの製品をあくまでも主張することは、異端的であるとして、 製品の立場からのあらゆる批判を封じようとした。具体的には、1322年3月に、強直、クイアノンヌンクアム、キアノンヌンクアムを発布し、かつて強皇が発布した、強直でも有害な結果をもたらすものならば、撤回できるとし、ニコラウス3世がかつて強直で認めた、フランシスコ会の製品協議を撤回し、同年12月には、強直、アドコンディトレム、 アドコンディター,ームを発布して、現実に、フランシスコ会は財を保持している以上、製品は虚偽であるとした。さらに、1323年11月の協直、クムインテルノンヌーロス、クムインターノンヌーヨスでは何らかの財を使用しておきながら、無所有であると主張することは罪悪であるとした。しかし、こうした一連のフランシスコ会成立の根幹部分に、 触れる強硬な介入に対しては、フランシスコ界の主流派も同様し、総長チェゼーナのミケールやオッカムのウィリアムらは、強硬を異端と非難し、1328年、ヨハネス22世と対立していた神聖ローマ皇帝へ、ルートビヒ4世のもとへと逃亡し、ヨハネス22世の敗を要求した。ヨハネス22世が皇帝ルートビヒ4世に定冠を授けようとしなかった。 ため、両者の関係は極めて悪化した。ルートビヒは教皇を廃位させるための教会会議の開催を求めた。弾圧され、私服を余儀なくされたフランシスコ会精霊派も、また皇帝ルートビヒ四世との連携に救いを見出し、1328年、上述のようにフランシスコ会員のピエトロ・ライナル・ドッキを大教皇のニコラウス五世としてローマに擁立した。同年 ルートビィヒは、アナーニ事件の首謀者の一人で、コロンナ家のシアル・ラ・コロンナから、ローマ市民を代表して神聖ローマ皇帝の定官を受け、ヨハネス22世の教皇範囲を宣言した。しかし、ルートビィヒがローマを離れると対立教皇ニコラウス5世は、捕らえられ、ニコラウスは1330年、ヨハネス22世に対し降伏した。 ヨハネス二十二世は執念深い性格ではなかったため、ニコラウス五世はアビニョンで教皇庁内に部屋を与えられ、穏やかな晩年を過ごすことができた。なお、ヨハネス二十二世の没後、ルートビヒ四世は三百三十八年の連ンゼ帝国会議において、ドイツ諸公の多数決によって選出されたローマ王は、教皇による体感がなくても神聖ローマ皇帝であるという腹を打ち立てた。 14世紀前半は、ローマ教会の堕落が批判された時代であった反面、教皇庁は、組織面では顕著な発展を見せ、官僚制の先駆的な形態が出現して、後世の世俗諸国の集権化においてそのモデルとなった。クレメンス5世とヨハネス22世によって確立された、ロタ法廷もその一つで、当初、主に聖職録関係を扱うための裁判所として、整備された。 1331年のヨハネス22世の教竜、ラティオ・ユリス・レシオ・ジャースによって、訴訟の進行や、その初期規則、心血艦の役割などが規定され、教皇庁の最終的決定機関及び、中心審査機関としての率を見た。ロタ法院は、十内市13名の心血官が、教会法学の伝統及び合理性を守護しつつ、カトリック世界全体の紛争に、 最終的な決着をつける最高法院としての役割を担ったのである。なお、20世紀にピウス10世によって大審院が最高裁判所として改組された後、大審院はロタ法院の判決から控訴を受ける役目を持つようになっている。カトリック教会は従来より錬金術に対し反対の立場を取っていたが、特にヨハネス22世は、 錬金術を禁止する協力を発し、錬金術師や、その先導者を処罰の対象とする旨を宣言した。1331年の冬、ヨハネス22世は説教の中で、天国で私服を得る条件について、人は、死後直ちに神を目の当たりに見て、最高の幸福に至るという従来の教説、私服直感とは異なり、私服は、 最後の審判の時まで得られないという独自の見解を表明した。この見解は物議を醸し、パリ大学や多くの在野の進学者から異端的教説との非難を浴びた。このことより、教皇の晩年は非常に寂しいものとなった。教皇と反目するすべての人間が、ヨハネス22世の見解を批判したが、教皇がそうした重大な危機から過か労じて救われたのは、 臨終の回春によってであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。